思いは同じだったんだね。クライス、俺も愛してる。だから私は。それでは行きましょうか。どうぞ、お嬢様。Vous m'avez merci, monsieur. なんて、なんだか楽しくなってきました。今日はどこに連れて行っていただけるんですか？どこを行こっか。どこでもいいですよ。隊長が決めてください。そうだな。よし、とにかく行ってみようか。クラリスは本を読むのが好きみたいだから、本屋なんてどうかなと思ったんだけど。この本屋さん、いつも来ているんです。そうなのか。じゃあ他のところに行った方がいいかな。いえ、大丈夫です。いつもと同じ場所でも違う気持ちになれそうで、デート実験には最適ですよ。そうかい、クラリスがそう言うなら。行きましょう、神山隊長。今日はどんな本に出会えるのかな。どうした？いえ、そのちょっとデートっぽいかなと思いまして。デートっぽい？あ、ごめんごめん、ちょっと近すぎたかな。いえ大丈夫です。神山隊長って優しいんですね。優しい？ありがとう、素直に嬉しいよ。私が男の人を優しいと感じるなんて、自分でも少し驚いています。デート実験を通じて少し俺のことを分かってもらえたのかな。そうかもしれません。こうして相手のいいところに気づいていく、それがデートの良さなのかもしれませんね。楽しかったですね。そうだな、たくさんの本に触れるのは新鮮だったよ。隊長は普段どんな本を読むんですか？本か。戦術書が多いかな。作戦を立てる時の参考になるしね。さすがは隊長ですね。日頃からの努力、素晴らしいです。まだまだ未熟者だから、努力するしかないんだよな。努力しようと思ってできるのは才能です。誰でもできるわけじゃありませんよ。なるほど、そう言われると嬉しいな。ありがとう。
賑やかですね。私ここには初めて来ました。よかったよ。それで脚本には行かせそうかい？それはまだ。デートってこういう時どうするんでしょう？そうだな、恋人っぽく手をつないでみようか。そうですね。どうした？ごめんなさい、恥ずかしくて。おかしいですよね。ただ手をつなぐだけなのに。でもこのドキドキ、これがデートの気持ちなんでしょうか？きっとそうだよ。ちょっと残念だけど、少しは役に立てたかな。それはそうと、あっちに面白そうなものがあるな。行ってみよう。はい。楽しめそうですね。ああ、早速乗って…あれ？どうしたんですか？ごめん、クラリス。残念だけど、まだ乗れないみたいだ。近日開始予定…そうなんですね。乗ってみたかったですけど、仕方ないですよ。こればかりは…そうだな。それじゃあ、次へ行こうか。はい。でも、いつか乗ってみたいです。大切な人と二人で。そろそろご飯でも食べに行こうか。はい、お任せします。よし、この近くでどこか美味しくて雰囲気のいい店は。そういうことなら、うちのお店がおすすめだよ。何のつもりだ？やっほー、お二人さん。ユイさん、なぜこんなところに？いいからいいから。はーい、お二人さんご案内。ちょっと、中華料理屋。ユイさん、これは一体？それについては俺が説明してやる。シャオロンまで。ここは中華料理屋新龍軒。この店こそ、この俺が中華鍋を振るうデート一番の中華の名店。そしてなにを隠そう、我が上海歌劇団の秘密基地なんだ。秘密基地？中華料理屋が？歌劇団ごとに個性的な秘密基地があるんですね。ま、せっかく来てくれたんだ。俺の絶品料理たっぷり味わっていけよ。ドリアー！すごい、なんて火力なんだ。ふふん、すごいだろ。隊長は炎の召使いって二つのまであるんだぞ。炎の召使いですか？そいつは確
確かにすごい気がします。違う、炎の召使いだよ。最高にうまい飯でみんなの心を虜にするのさ。なるほど。さあできたぜ。その名も上海ドラゴンチャーハンだ。そうです。ああ、いやしかしこの匂いはくぅ、たまらん。なんてうまそうな匂いなんだ。いただきます。まあ、これはうまい、うまいぞ。味だけではない。香りが深い。ガツンと香ばしく、それなのに軽やかだ。これは素材の力だけではない。まさに火力が生み出した力強いドラマそのもの。このチャーハン、歴史的一品と言っていい。見事だ。上海ドラゴンチャーハン。なんだ。お前評論家みたいだな。こんなにうまいチャーハンを食べたのは生まれて初めてだ。えっと、私も初めてです、隊長さん。見たか、これが炎の召使いの実力だ。さあ、まだまだあるからどんどん食べてよね。ご飯でしたね。お腹いっぱいです。俺もだ。ちょっと苦しいぐらいだな。でもすごくうまかった。はい、でもデートって雰囲気じゃなかったかも。確かに。この後はどうしますか？そうだな。そこのお二人さん、ちょっと寄っておいきよ。なんだ？占い師。そうさ、よかったら占っていかないか。占い、面白そうですね。寄っていってもいいですか、隊長さん。確かに面白そうだな。いいよ、占ってもらおうか。なんだかドキドキしますね。じゃあ始めるよ。ロケスピラトス、ゾトワストリタス、グリサタニトス。なんだ。欧州に古くから伝わる呪文です。本格的でワクワクしますね。わかったよ、真実は見えた。可愛らしいお嬢さん、あんたこの男のことを愛しているね。愛してるって、そんなこと絶対にありません。クラリス。思いは同じだったんだね。クライス、俺も愛してる。だから
私は愛してません。隊長もふざけないでください。ちょっとだけ本気だったんだけどな。なんだかこの占い変ですね。次の場所に行きましょう。わかった仲がいいね。だけど行く前にもう一つ聞いておいき。どんなものでもいつかは壊れるものさ。なぜなら影はいつだって隣にいるものさ。だからうまくいっていると思っても必ず後悔する時が訪れる。それを避けたいと思うのならば助言は一つ。逃げるのはね、何も悪いことじゃないのさ。そうですね。貴重な助言をありがとうございます、占い師さん。ここが銀座か。うまそうな人間どもがゴロゴロ嫌がるぜ。いけねえいけねえ。まずはどう味見するか考えねえとな。さて楽しみだな。ちょっと疲れましたね。じゃあ少し休もうか。デートって楽しいんですね。こんなに楽しんでいいんでしょうか。どういう意味だ。それはどう見える。よく見えねえな。もうちょっと前に出た方が。おい押すなって。あの隊長、私もしかしたら。あ、危ない。うなんだ。初穂さん、さくらさん、二人とも何をしているんだ。え、あ、いや、なんでもねえから。その通りです。なんだありゃ。二人とも心配だったんですよ。何が。さあ、何でしょうね。今の隊長、あそこです。女の子が。あの人は海です。まずい。絶対に助ける。間に合え。隊長、落ちちゃう。隊長、メイン、メイニオスタパウガスコンカーサ。今のはクラリス。ごめんなさい。クラリス。おかえり。で、ケースを変えてどないしたんや。なんかあったんか。いえ、小町さん、クラリスを見ませんでしたか。さっき帰ってきたみたいやで。自分の部屋におるんやないか。
クラリス、いるんだろう。ここを開けてくれないか。ごめんなさい、ごめんなさい。神山くん。支配人。浮かない顔をしているわね。何かあったの？実はクラリスが。なるほど、そんなことがありましたのね。クラリスのおかげで俺も女の子も助かったんです。それなのになぜ逃げ出したんでしょうか。クラリスは。クラリスは何かを隠しているんですか。あの力は。そうね、彼女が持つ闇、隠しておきたかったものがあの力よ。クラリスさんはね、自分の持つあの力、十魔道を恐れているのよ。十魔道。それがあの力の名前なんですか。クラリスさんの家は欧州の古い家系、代々魔道書を作ってきた一族なのですわ。彼女はその魔導書を使って強力な力を使うことができるのよ。なぜその力を恐れる必要があるんですか。それはクラリスさんに直接聞いてちょうだい。私が言うよりその方が良いと思いますわ。クラリスさんのことよろしく頼んだわね。はい、わかりました。クラリス、今日はありがとう。君のおかげで俺もあの子も助かった。君の都合のいい時でいいから、今日のことで話がしたいんだ。それと脚本の続き早く読ませてくれると嬉しい。とても面白かったしね。楽しみにしているんだ。それじゃあおやすみ。
楽しみにしてくれてるんだ。デートの時も私を楽しませようとして、いつも私を気にかけてくれて。神山さん、隊長、待ってください。聞いてほしいことがあるんです。あの、神山隊長はどこまでご存知なんですか？君の力のことかい？さっき支配人から教えてもらったよ。あんな力があるなんて、私気持ち悪いですよね。気持ち悪くなんてないよ。むしろ素晴らしい力じゃないか。その力のおかげで俺と子供は助かったんだしね。あれは偶然です。この力はそんないいものじゃありません。私の一族の力は破壊しかできないものなんです。私の一族は古の時代より時の権力者のもと、数多の戦争でこの力を振るいました。城を打ち滅ぼす時は豪華を起こし、町を守る時には嵐を呼んだそうです。この力は、一族の歴史は破壊の記録です。長い歴史の中でどれだけの被害を与え、どれほどの命を死に至らしめたか。呪われているんです。この力は忌まわしい呪いなんです。私はこんな力なんていりません。欲しいのは安らぎを与える力です。破壊しかできない魔導の呪文ではなく、読む人に喜んでもらえる物語を書きたいんです。もう書いているじゃないか。え？読ませてもらった脚本はとても面白かった。さっきも言ったけど、楽しみにしているんだ。神山さん、私にできるでしょうか？たくさんの人に喜んでもらえる物語。できるさ。俺は信じてる。だから君の物語を書き続けてほしい。これからもずっと。わかりました。神山隊長を信じてみます。私の力は破壊の力。でも私はもう一つの力を持っている。物語を生み出す創造の力。それは錯覚かもしれないけど、でも信じよう。みんなを、隊長を、そしてみんなが信じてくれた私を。今だけは。神山だけど、今大丈夫かな？はい、どうぞ。やっぱりクラリス、あまり寝てないんじゃないのか？すみません、ちょっと詰まってしまって。よし、デートしよう。
デートですか？いえ、それは今はやっぱり書くことに集中したいですから。そうか。あとは最後のセリフだけなんですけどね。なんだ、それじゃもう終わったようなものじゃないか。いいえ、これが一番大事で、そして一番難しいんですよ。どんな言葉が心の奥に残るんでしょうか。コウマの出現を確認。クグツキ兵が次々に現れているとのことです。民衆の避難は？警察と協力して実行中や。わかりましたわ、急いでちょうだいね。芝君、機体の整備状況は？もちろん、すべて完了してますよ、スミレさん。こんな短期間で？本当に全機動くのか、レイジ。美人のお願いには何としても応える主義でね。おかげでかなり寝不足だがな。おいおい、フラフラじゃないか。まあ、ありがとうな。神山君、花組の出番よ。無限で出撃してちょうだい。はっ。あの、すみません、私。ん？どうかしたのか、クラリス。いえ、すみません、やっぱりいいです。さて、それじゃあ聖十郎、お前の戦いぶり久しぶりに見せてもらうぜ。ああ、任せろ。よし、行くぞ、みんな。帝国歌劇団花組、出撃せよ。敵クグツキ兵を殲滅する。了解、全員で頑張りましょう。我らの星の輝きを。アナスタシア・パルマ、出撃するわ。今度こそ私の戦いを見せてやるぜ。アザミ、頑張る。無理はするな、初めての機体だ、慎重に行け。無限、私の力を引き出す機体、この破壊の力を。それじゃあ一つパーッと行こうかね。魔限空間展開。歌舞伎座周辺に魔限空間が出現。
全員衝撃に備えて障壁をぶち破りますわよ。障壁丸突撃！